思い出すのは君の歌会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中、もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいかもっと騒ぎ怪獣を歌う。ギターを持ってる君がいた、忘れられないんだよ。だから僕が歌うよ。でも最後に見たのはきっともう君の夢の中、もう一度また聞かせておく。聞きたいんだ、お父さんは限界中も11月の12日に東京の渋谷ダブダブでワンマンライブがありまして、今チケット、一般発売中です。その路上ライブ、そのワンマンライブに向けて路上でチケットとかも売ったりしてて、去年から曲を出し始めたんですけど、2ヶ月に1回ぐらいにリリースで曲を出してて、サブスクとかでも聴けるので、ぜひ聴いてみてください。